坂本選手に伺います、トレーニング今日もかなりきつそうでしたが、はい、お疲れ様です。はい、手応えというのはいかがでしたか今日の。そうですね、まあ、この時期は毎年きついので、まあ、これぐらいが心地いいというか前向きに、取り組んでますけど、はい、実際に新しいメンバーたくさん入ってきましたけども、はい、チームの雰囲気というのはいかがでしょうか。そうですね、結構、明るい選手が多く入ってきたので、そういう意味ではすごく盛り上げてくれてますし、まあ、前からいる選手も結構もう、うちは馴染みやすいというか雰囲気あるらしいので、すごくいい雰囲気でやれてるかなっていうのはありますけどね。はい、実際になんと最年長になられたと。そうです ね、残念ながらまあ、いつか来るかなと思いましたけど、はい、気持ち的にはいかがですか。いや、もうあんまり変わらないですけどね、うん、でも僕はベテランっぽく振る舞うんではなくて、まあ、僕はこう生き生きとやってれば、まあ、周りにそういうのも伝わると思うので、まあ、そういう方向性でいこうかなっていうふうに思ってますけどね。実際に今シーズン思うところ、どんなふうにこう今感じていらっしゃいますか。そうです、もう今年は昨年すごく悔しい思いをしたので、もうそれをなんとか自分自身晴らしたいなと。でもう一回J1 でやりたいという気持ちが強いので、そういうまた新たなシーズンになりましたけど、去年の悔しさは絶対忘れずにやりたいなというふうには思ってますね。はい、実際にこの、まあ、サポーターの皆さんにどんなふうなこうメッセージを伝えたいと思われますか。いや、もうまたこう楽しみにスタジアムに足運んでもらうために、本当に僕たちまた一から本当に一生懸命、取り組んでいるので、本当に楽しみに、スタジアムに来てほしいし、僕たちはそれだけのゲームを見せる1年にしたいなっていうふうに思っているので、また、出直しになってしまいましたけど、また熱く応援してもらいたいなっていうふうには思ってますね。はい、では最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。本当に今年は、もう勝って勝って勝ちまくるシーズンにしたいと思うので、たくさんの人に応援来てもらいたいと思います。応援よろしくお願いします。